どううもランスのですすごご視聴ありがとうございますあの先日、ロビーの方に連絡いただきまして、えーっと、リプが飛ぶという件についてなんですけどもね、えー、ツイッターでなんかアンケート機能っていうのがあるんですか僕ちょっとアカウントを取ってないので、ツイッターのことはあまり詳しくないんですけども、 そのアンケート機能を使ってですね、えー、リプが切れるのをどう思いますかみたいなね、質問、アンケートを取っていただいてくれてた人がね、いたんですよね。で、その結果80、80%以上の人が、まあ、リプが切れるので直してほしいというふうにアンケートで回答していたということなんですよね。それでまあ、運営さんの方に問い合わ、せそのアンケートの結果をですね、 まあ一応、ツイートっていうんですか、なんていうんですかね。で、あの、まあ、お知らせしても、まあ、今のところ、返事がないみたいなね、ことをおっしゃってたんですけど、まあ、その、リプ云々のことよりですね、そういう風に、こう、僕が動画でね、言ったことによって、アンケートをね、取ってくれる方がいるということにね、なんかこう、言葉にならんぐらいね、感動を覚えましてね、非常にね、 感謝しておりりまますすどううもありがとうございます一応、ロビーの方ではお,お礼申し上げたんですけど、ちょっと改めてね、動画の方でもですね、お礼の方を申し上げさせていただけたらなぁと思いました。で、それに関連してですね、ちょっと、昨日会社でね、社長とお話しすることがあって、でタブレットについてなんですけどね、その iOS のまあタブレットだったら三国展舞が早くできるかもわからんので、えー、ちょっとタブレット貸してもらえんかみたいなね話をねさせていただいたんですよねそしたらああええよええよ言って、えー、タブレットを借りてちょっと三国展舞をやってみたんですけどももう別次元ですねもう全 全く違いますねこの動きの滑らかさとかロードの速さとかがこのアンドロイドの比にならないんですよね。これはなんかもうずるいわって <laughs> 言いたくなるぐらい快適なねプレイができるんですよね。これはちょっと星なりましたね。で僕ほんまにねこのスマホとかそういった、まあ、機器にね詳しくないなっていうのを改めて感じたんですけど。 あの僕 Wi-Fi ルータータ持ってるんですよねそれがあったらその言うたら au とかねドコモとかまあ携帯会社いろいろありますけどそこで契約してそのタブレットを購入してで月額何んぼ言うて払わんでもですねなんか中古屋さんでタブレットとか、まあ、スマホを買ったらその wifi ルーターにつなぐことによって 電話とかはできないですけど、インターネットはできるっていうんですよね。もう僕、これが信じれなくてね、そんなバカな話があるのというふうにね、もう驚いてしまったんですけど、まあ、半信半疑でですね、家に置いてある前のスマホをですね、ちょっと起動させて、Wi-Fi ルーターにつないだら、思いっきりインターネット見えるんですよね。 これはもっと早押しとけばよかったなーっていうような感じですね。もう Wi-Fi ルーター契約して半年ぐらいになるんかなになるんですけども、これやったらですね、まあ例えば、まあ、工場なんかやってて、部署にダメージが入ってしまって回復待ちみたいな時ってありますよね。そんな時って、まだ三億展望を続けたいなと思ったら、 これを言うたら三国点も1回切るとまあ攻められてね資源取られるじゃないですかなんでつなぎっぱなしにしておく必要があってつなぎっぱなしにしておくと他のことが、まあ、スマホ使ってできないですよねなんか YouTube でまあ動画を、まあ、回復待ちの間に見るとかそういうことができないんでこれは不便だなって思ってたんですけど前使ってたスマホがあればですねこう待ち時間に 言うたら、三国天武を切ることなくですね、インターネットが使えると <laughs> いうことなんですよね。え、これみんな知ってることなんですかね僕が無知なだけなんでしょうかね。<laughs> なんでまあ、それを聞いてからですね、まあ今日もちょっと工場やってたんですけどね、それをしながらですね、まあ YouTube でですね、他の方の三国天武の動画をね、えー、見ながらやってたみたいなね。 感じでものすごい快適だなという感じでまあ、過ごせております。で、ちょっとタブレットの購入は本格的に考えようかなと思いましたね。あの ipad ですね。むちゃくちゃ早いんですよね。ほんまにも何回も言いますけど、こんな違うんだったらもうゲーム性も変わってくるぞっていうぐらいね。違う感じなんですよね。走破線のリップなんか見ててもものすごい滑らかでなんですよね。 特に倍速とかにした時にびっくりしましたね。この環境でプレイしたいなと思いましたね。画面も大きいですしね。どうしてもスマホだとね、あの端っこの方が切れるんで、例えば弓矢兵でぐるっと陣形を囲むとかいう時も、ちょっと下の方が囲みきれなかったり、上の方が囲みきれなかったりするんですよね。そういうこともなさそうですし、斜めに置いてね。 えー、プレイしてたらですね両手も開くんでまあ、ゃりながら、まあ、実況プレイみたいなのも簡単にできるかなとか思ったりしてね、まあ、夢が広がるなと思ったんですけどやっぱりそこそこ新しい iPad になったら中古でも2万とか3万とかするんですよねこれをどう捻出するかですよねちょっと奥さんに相談してみようかなと思いますけどもね まあ、もしタブレット購入となったらですね、皆さんにお届けできるご動画もですね、幅が広くなってくるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひご期待いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。 で、前回、軍団戦ダイアリーというね、動画を作らせていただいたんですけども、ありがたいことにね、来週からもお願いしますみたいなね、コメントをいただきましてね、一応作っていこうかなと思っております。ただ、相手がね、JP の軍団の方とかやったらもうちょっと作らんとこうかなと思います。あと、まあ、領土戦もね、同じように作れたらいいかなと思っておりますのでね、そちらの方もぜひえー見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。 で最近、あの例のコーナーね、あの <laughs> やってないと思うんですけども、まあ、これには理由があって、やっぱ朝、今、と家で撮ってることが多いんですよね。なんで、ちょっと家ではね、<laughs> やりにくいかなといった感じで、まあ朝撮り出した理由で、若干昼の仕事が忙しくなってきて、あんまりこう撮る時間がないっていうのもね、あるんですけどもね。また 外にいるときに、まあ時間があったらですね、あのコーナーもやっていこうと思ってます。まあ忘れてるわけではないんですよね。もうこうやってしゃべろうみたいなんまで考えてるんですけど、ちょっとその時間が取れないということで、まあ作ってないわけなんですけどもね、ぜひそちらの方も、まあ18歳以上の方はですね、ご期待いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。で、えー、昨日ですね、ちょっとお遊びでですね、 軍輸走破で旅網をね使わんとやってみたんですよね。そ,それをまあちょっと軍団でリプを共有したところですね、まあ個人的にですね、あの自分旅を持ってなくて旅を使わずに先行やってるんであ,のありがたかったですみたいなコメントをいただけましてね、非常にありがたかったんですけども、まあそれに加えてですね、結構その何て言うかな、旅網で。 選考やってない人っているんかなみたいなね、感じがしてきまして、もしね、いらっしゃるようだったらですね、えー、これからも定期的にですね、旅網を使わん選考というのをね、やっていこうかなと思いまして、で今回はですね、その旅網を使わんとやった選考のリプっていうのをね、見ていただこうかなと思っております。それでまあ、まず最初に、まあ、 感想ですね感想から述べさせていただきますとね、うーん、両門使わん先行は、まあ3、3枚、結果から言うたらね、6戦中3回が、まあ、100%取れたんかな、なんですけど、残りの3回はね、2枚取れてないんですよね、両方1枚しか取れてないんで、もしね、あの最初に出す柔道武将ですね、まあ、主君とか長領が、 変な感じで即死してしまった時の修正がね、なかなか効かないかなと、まあ、その途中であんまり児童部署が活躍せんかった時に2枚取るんに切り替えようみたいなことがね、なかなかできないんで、やっぱり、本当に先行やりやすいような陣形に当たった時ですね、そんな時以外はやっぱり、寮母を持ってた方が、まあ2枚取るんは安定するかなといった感じですね。なんで、まだまだ外せないかなと。 いう風に感じまししたたけどもねそうしたらあの成功失敗含めてね6つのリプレイ見てもらおうと思うんですけどもやっぱり6本一気にとなったら長なるんでまあ、早送りできるところはね早送りしながら見ていこうかなと思いますそれでは始めますはいちょっと日本の方なんで名前を伏せさせていただいてますけどもえ下から敷くんですねで下の方にある射撃とたくさんあるんでねそれを狙ったといった感じです 左上から将校ですね、氷台と煉獄塔の間を狙って、そこにある射撃塔を狙ったといった感じになってます。で、主君の動きを見てあ、どうも左行きそうだなと感じたので、右側から調理を出して全体を削るといった感じになってます。で、これでまあ残りそうな射撃塔が上3本下1本まで残っているという感じなんですけど、下の1本は、あら、主君で壊せそうだなと思ったんですけど、 高中、えー、で壊しにかかってますねこれは多分上の方の射撃塔が長領で壊せるだろうなと判断してのことだったと記憶してますけどもね俺俺連軍で弓騎兵が20入ってたんでちょっとうっとしかったんですけどもまあで呂布でこんなふうに射撃塔を壊してこれで全部なくなったといった感じになってますね俺俺でトンコウ兵とかオオカミは で弓騎兵に攻撃されるんでね、天下で、えー、倒して、あとはじわじわと、まあ、トンコ兵と太平同陣で壊していくといった感じですね。えー、っと、呪縛属性がないんですよね。これがやっぱり楽でしたね。で、やっぱりどうしてもね、この両胞を使わんと、白にダメージが入りにくいので、ここはちょっと難しいところですよね。 まあ今回、トンコウヘイで倒せましたけど、こう、毎回毎回うまいことがいくとは限らないんでね、どうやってまあ城に傷を入れるかと考えたときに、やはり太平洋人ですね、で、狼で直に城を攻撃するように調整しながら攻めないといけないかなと、なおかつ中に入っていかないようにとなると、結構神経使うかなといったような印象でした。そしたら次のリップ行きます。 はい、2本目また日本の方なんですけどちょっとややこしそうな陣形ですよねで下から将校でレベルマックスの放出を狙った感じですで上から主君を出したんですけどいきなりごらにかかってしまってね即死してしまったんですよねこうなった時の修正っていうのが本当に効かないんですよねなんでまあお察しの通りですね今回のリリププは1枚しかか取れなかったリップに なるわけなんですけども、やっぱりああいった感じでね、ご来にいきなり、まあ、ターゲット取られたときにね、パッと調理を出して、主君を助けに行くみたいな臨機応変さっていうのがね、欲しかったかなと思いますね。まあ、ただ、えー、っと、所轄振動もあれば、まあ、流星度もレベルマックスだったので、どうだろう。 もし長領を出しても助けれなかったかなといったような気がしますね。そうなってくると、なんかやっぱり弓宿君を出す前になんかなんて言ったらいいかな何かまあ虎とか出して偵察させるっていうんですかねそんなことも必要になってくるなとかって考えてたらやっぱり龍門いるなーっていう感じでしたね。でこれでも武将全部出し終わってるんですけど残ってるのが射撃刀が1機2機ですね。 あと、まあ、回復奉仕等も残っていて全体的に施設が削れていないですよねこれまだ50%もいってなかったいう感じですけどね今到達しましたけどこうなったらちょっと厳しいかなといった感じですね、まあ、時間がね無限にあればなんとかなるかもしれないんですけどやっぱそういうわけにもいきませんしやっぱりオオカミとねトンコヘイだけでこの回復奉仕と をに回復させられている施設を壊すのは結構時間かかるんでねちょっと厳しかったかなといった感じですねもう敗因は完全にもう最初の主君ですねあっこでレベルマックスの後来に息にかかった時点でもうアウトだったかなといった感じですねそしたら次いきましょうはいえ上から主君を出して 下にある奉仕と3つですねこれが壊されたらなという感じですねで右下から長領は煉獄と兵庫大の間にある党3つですねこれが壊されたらなと思ったんですけどもう即死しそうですねこれがあるとちょっと漁網がないと2枚すら取れないといった感じに、ね、なってきかねないんですけどもねで左下から将校で まあ煉獄投票以外の間にあると壊せれたらなといった感じですねでこの段階で奉仕党は全部壊れてるのかなただあの回復奉仕党が壊されてないといった感じになってますねでここで奉仕倉庫をターゲットにとってスキルを打てば射撃と2つ壊せるかなといった感じなんですけどどうでしょう間に合うでしょうかね 脅威台があるんでねはい残念ながらスキルを打たずに死んだといった感じですね。はいもうこれで、まあ、ゲームセットかなといった感じですよね。もしあそこでちゃんとね、工場走行にターゲットを取ってコーがスキルを打ててればもしかしたら3枚いけてたかなと。 いったような感じはしますけどねその計算でいくと左上に残っているあの射撃とですねあれ以外は武将で全て壊せたと思うんですよね両方ももうちょっと引っ張って、えー、あの回復方針等ですねプラス今壊れた射撃等を両方、まあ、で壊すといった感じの構想がね立つと思うんでねただこれやってて思ったのはね 腕は上がるぞということですね、やっぱり相当いろいろ考えるとね、これ、3枚取るの結構難しいんですよ。なんで、先攻の腕を上げるには、この両詣を使わない先行非常にいいかなと思いますので、で軍雄走破ってね、まあ、それは成績が良ければいいほど、えー、商品はね、もらえるか可能性っていうのは上がるんですけどね。 なんか知らんけどめちゃくちゃ攻められる日ありますよね。僕ひどい時1日で15回攻められたことあるんでね。なんでまあいくら成績が良くても15回も攻められたらねもう完全にランク外ですよね。というわけでねまああまり結果を気にせずにですね自分がやってみたい編成で練習する場にしてみてもねいいかなと思いますね。そしたら次行きましょう。 これはね、えー、長領がよく働く陣形だと、まあ昨日紹介させていただいたと思うんですけどもどうだったんでしょう働いたんですかねで前回と違うのは、まあ、左から出してるということですねこうなると長領が右に流れていくんですよねああこうなったらちょっときつそうですね 5来から逃げれるかといったところですけどもお逃げれましたね。それでもスキルは3回打ってるんでああ、やっぱよう働いてますね。これやったら3枚取りたいとこですけどね。なんで取れんかったんやろう。翔もめちゃくちゃいい働きしてますね。えー、これで取れんの ここかまあ言うたら城の右下の塔3つ4つですねこれを主君で壊そうという考えなんでまあ左上からま甲、あ、冑を出して今しゃがきと星と1つずつ壊しましたよねここかな吾さんはい、まあ、これはまあご来にかかって主君が死ぬのを防ぐために 出ししたたといった感じでしょうねここで、あの塔3つですねこれを壊せれたらなといったところですねでも結局構想通りに主君が動いてくれなかったので塔が3つ残っちゃってますよねまあちょっとターゲットも直撮取りできるところが少ないまあ、下の射撃塔はね直取りできますけどやっぱり回復方針等があるんで。 ま、時間もかかるということで、まあ、取れんかったのかなこれ,これはなかなか二人、えー、き武将がしょったんで、ね、取りたかったですねでまあ、えー、煉獄と所轄、深度ということで自爆属性も3つ残ってますしね、まあ、こうなったらちょっときついですよね、まあ、なんとか力技で一つ射撃と壊すことはできたんですけどもといった感じですね 寝返ってますしね右上なんでほったらかしにしてるんでしょうねこれもう諦めてるんでしょうかねあ聖能のだったんかといった感じでしたねやっぱ奉仕党全部壊しきってもやっぱり回復奉仕党とか射撃党が2期残ってたら厳しいといった感じですねそしたら次行きましょう はいここまで3回連続ね1枚だったんでもうそろそろなんとかせんとねもうやってる方も楽しくないですからねで証拠を煉獄と兵庫の間ぐらいに出してで長領ですね今の出し方は自分でもファインプレーだったかなと思います今の出し方やったらこんな感じでね右下に流れますよねで主君、うん、主君ここで合ってんのかもうちょっと下目でもよかった ような気はしたんですけどそうでもなかったですねえーえー、打ち方しましたね7 6時半方向ぐらいから出したら良かったかなと思ったんですけどもあただここでスキルにかガチャは連獄にかかって一発しか打てんかったんかやっぱりいまいちですねさあ、えー、これ取れたんかすごいなまだ結構残ってますよねえコーチュそこポーシュト一個しか壊せないですけど どっちか言うたら左上に表彩の左にあるあ、これを両方で狙ったかははははいはいはい、はい。これでまあ下に奉仕塔が1つ射撃塔が1つということですけどおこれ、兵士だけでいったかこれはなかなか自分でもええ仕事してるなと思いますけどね。 まあ何やかんやでまあ兵をいろいろ出しながらもう力技でいったといったような感じですね、これ。<laughs> 自爆属性が。ゴライト投石者ですね。もうないんかなということで、まあこれ取れそうですよね。 やっぱこう見ると兵の運用って大事だなっていうのがすごいわかると思うんですよね。ああいった感じで、まあ、塔が残ったとしても、まあ、なんとかなるっていうことですよね。でも、と呂布をああ出したんはちょっとね、高知がまあ言ったら塔一つを壊すためだけに出てるみたいな感じだったんでよくあれで取れたなといった感じはしましたね。 あれって正解だったのかな、まあ、多少最前提を打てなかったとしてもその言うと目的通りに働いてくれたらなんとかなるかなといった感じですね、そしたら最後のリップ見ましょう、はい、最後はこれ、もう最後の最後でくっそ簡単な陣形が来ましたね、軍港も相当低いですね、123ですか。 もしゲームを始めたばっかりの時にこの陣形出てきたらまあ、かなりびっくりするとは思うんですけどもまあ自分とね同格になった時にまあ大したことない相手だなっていうのがねよくわかるなといった感じですね塔は全部外にありますよねこれはまあ取れるわねこれは <laughs> 防衛武将今の鬼火か珍しいですねしかも限界突破しようとしてますねここら辺も、えー、甲虫と両方ですか下手したら出さんかってもよかったかもしれないですねそれでうまくいきゃなんかしぷんちょうりょうしょうこだけで こんだけ白取れますよみたいなね。えー、リュプにしてもよかったかなっていった感じはしますね。もう見どころないですね、これ。自爆ロス連レだったんかなあ、違いますね。何やったんやろ 五イか五雷と流星ですねはいが、まあ、楽勝で取れたといった感じですねトンコウヘが5体せいのしか4体しか死んでいないといった感じになっておりますねさあ皆さんいかがだったでしょうかこの 呂門をね、使わない選考、非常に練習にはもってこいだと思いますし、あのやっててね、ものすごい楽しかったですね。やっぱりこれぞ選考の醍醐味かなといった感じはしましたね。それでまあ、あの軍隊内でね、呂門を使ってないんでよかったですっておっしゃってくださってた方がいたようにですね、えー、視聴者の方の中にもですね、これもうちょっとやっていただきたいみたいな声があればですね、 また、あの定期的にですね、量も使わない専攻というコーナーとしてですね、作らせていただこうかなと思いますので、ぜひ、えー、ロビーでもね、この YouTube のコメントでも何でも構いませんので、えー、ご連絡いただけたらなと思います。やっぱりね、感想とか聞けると、ものすごい動画作るのモチベーションは上がっていくんでね、非常に助かってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしたら以上です。ありがとうございました。